ソロボーカリストコンテストシングシングシングセカンドシーズン。この時点で元波の得点が150点となり暫定最下位に。あとは天に身を委ねるのみ。そして今夜わずかに1点という僅差で残る3人が歌唱。最下位となり脱落してしまう1名は誰なのか。決勝ラウンド1回戦天国のキスで72点を獲得した西松由紀子。点数悪いからほんまにどうしよう。歌うのは中島みゆきの大ヒット曲空と君の間に。聞いてください。西松さんありがとうございました。この曲を歌うことにあたってポイント、自分の中でのところに気をつけて歌いました。その中島みゆきさんの歌詞って結構ブラックな感じで。ブラック、そのこの歌詞も男の人から目線な歌詞で、私女なんでどうやって出していけるかなっていうのはすごく悩みました。あの入り口なんかは歌い出しはすごいいいかなと思ったんですけども、だんだんこう苦しくなってきたというか、自分にないものを表現しようとするがあまりにちょっと無理してるのかなっていうところが思いました。それでは審査員の皆さん採点をお願いします。現在のボーダーラインは元波さんの150点です。西松さんは1回戦72点なので、ここで79点以上ならば2回戦通過ということになります。各審査員の得点入力が揃いました。それでは得点の発表です。15点、14点、15点、14点、15点、合計は73点。1回戦を加算した合計得点は145点ということになりました。145点ということになりました。
ボーダーライン150点に満たないためにボーダーラインシートへ進みます。坂本さん、本当にやっぱりキラキラしてるところ、まあ、ちょっとハイトーンに行ったところってすごく魅力的だと思ってて、で今日の曲もだから歌い出し、さっき本間さんおっしゃったけど、おちょっと新しい西松さんが来たと思ったんですよ。でだけどあのブラックってさっきどういうワードで言ったの、あどういうつもりでおっしゃったのか、ちょっとそれはちょっと話さないと勘違いしちゃってるかもしれないんだけど、あの多分ブラックっていうところだけじゃない愛がきっとあるところを、なんか分かる時にまたこの曲は歌ってもらえたらいい味が出るのかもしれないし、はい、今のお気持ちいかがです か、 なんか受け止めて頑張っていきたいと思います。この時点で西松は145点で暫定最下位に。西松と残る2人の挑戦者、この中から脱落者が決まる。いやー、こんなに私こんな泣く人じゃないんですよ。いやー、複雑ですけど、でも受かっ、ね、チャンスをいただけたので、また